てる日。おそらくこの先にボルドールがいるでしょう。準備はいいですか、レイ。ああ、もちろんだ。蹴りをつけに行こうぜ。来ることは分かっていたぞ。ボルドール、ボルドール、お前はスコピアムとの融合って夢に取りつかれたんだ。見ろ、今のお前の姿が、ありようが、本当にお前の愛した人間か。人間？違うな。スコピアムの持つ力は神の力だ。意識の融合という過程は神に近づく行為と同等である。人もスコピアムも生命です。生命である以上神にはなり得ない。君たちは神になる必要などない。ただスコピアムと融合し、病も争いも起こらない世界で進化した新たな人類としての生を歩めばよい。私はバイル帝国皇帝だ。民を幸せに導く義務がある。だからこそ私は神にならねばならんのだ。今のあなたの存在はアンドロイドである私と変わりません。人に作られ、生命によって生み出されたものが神足りうるはずがない。何を言う。歴史上の神は全て人が生み出したものだ。であるならば、今この場で神足りえるのは君か私の二人だけだ。笑わせるな。身に余る技術を手に入れ、力を手に入れ、そして自分を神と勘違いするなんざ、いつまでたっても何も学ばない人類そのものじゃねえか。そうね、それは私たちのように高度な技術を持っても変わらないわね。私が神かどうかは歴史が判断する。これから私が全銀河を融合すれば、最も偉大な生命であり、すなわちそれが神であろう。だとしたら神になるのは無理だよ。私たちが止めるから。そのような神など必要とされていない。神がいるとすれば、それはたった一つ、命が持つ心の中のみだ。未知を恐れるのもまた人の差が、神を恐れるのもまたしかりだ。貴様など恐れるものか。それこそ神という概念への冒涜だ。私がこの身を得、スコピアムを知り、感謝を捧げた神は私の命の中にいる。お前がそれになり変わることは決してありえない。これ以上の議論は無駄だ。
なあ、ボルドール。そのようだ。初めて意見が一致したな。私たちの人の力は、あなたの神の力などに負けはしない。さすがはレティシア王女。その心の強さこそ、スコピアムに欠くべからざるもの。さあ、我がマナ娘。構成反応を検知。神と人との決着をつけよう。そして知れ、真の神の力を。スコピアムの目指す生命体の進化、血のための勇気だ。まだなぜ邪魔をする。進化の方向性が一つである。必要はない。それがすべて。スコピアムの融合物質を探る進化素材はスコピアムの理念を否定した。その通り、私は今スコピアムの理念が変わるとルビが考えた。つまり、理念そのものが進化する。面白い。新しいスコピアムか。私と貴様の並び立たぬ新しい理念、どちらがネットワークの進化に選ばれるか試してみようではないか。出力低下。危険だ。アルタス発射。
消化を推奨する。
けろ。やった。
人一人の力で何をなせる。神さえ、神の力さえあれば、全ての人類が幸せになれるというのに。神が負けるなどと。あなたはボルドール・イルバイル、神ではないわ。私は幸せしかない世界でどうやってその幸せを認識できるというのです。たった一つのことしかない世界は、結局のところ何もない世界と同じことです。やめろ。人間がそのような目で私を見るな。ボルドール、消えぬ、消えるわけにはいかぬ。私は神にならねばならんのだ。全員私の後ろに。やめろ。やめるんだ。私は消えぬ、消えるわけにはいかぬ。何が起こってるの。ボルドールの強固な意志が消失に抗っているのだ。これほどと、このままではこの空間が崩壊する。ボルドール、もうやめてください。戦いは終わっ、うん、もう言葉は届かない。私に任せろ。消えるわけにはいかんのだ。お別れだ。もはやこの空間に君たちの意識をこれ以上とどめておくことができない。私のすべての力を皆の生存のために注ぐ。お前はどうなるんだよ。
君ならばスコピアムの精神を理解し正しく導くことができる。生命の新たな進化の可能性の芽を未来に植えることができるはずだ。あとは頼んだ。わかりました、お任せください。レイ、君との旅で私はスコピアムと有機生命体の共存可能性を信じることができた。ありがとう。私の調査をここに終了する。終わったのか。多分始まったのよ、きっと。そうなのでしょうね。ありがとうな、デューマ。監視対象惑星ですか。ええ、前にも話したけど、惑星アスター4号星は先進文明と強い接触があったため、銀河連邦の監視対象の惑星になるんです。外交官のような存在が監視に来るのですか。いえ、特に何か起きるわけではありません。事故で十分に文明が発展するまで、不必要な先進文明との接触が起きないよう観察を続けるだけです。ふん、ずいぶん上から物を言うんだな。連邦のそういうところなんじゃなかったか。なかなか変えられないものもあるんです。その代わりといってはなんですけど、強い干渉を受けた皆さんは希望すれば銀河連邦の所属惑星に移住や留学をすることもできますが。留学か、ちょっと魅力的だよね、それは。ねえ。だな。だが俺は遠慮する。俺はこの星で自分の力でやるべきことをやると決めた。他人の力で不相応な進歩を与えられることがいかに危険なことか思い知らされたからな。そうだね、確かに。それだけ進んだ先進医学を学べば銀河中で多くの人を救えるかもしれない。でも私は自分たちの力でまずこの星で苦しむ人たちを救いたい。私たちはきっと自分の力で強い意志で宇宙に出る必要があるのだ。そうなって初めてお主たちとこの星の人類は同じ地平に立てるのだと思う。そうですか。うん、それがいいと思います。そうなると未開惑星保護条約に縛られて我々が一堂に会することはなくなってしまうのか。
マリエルはどうだか知らないが、俺やエレナは連邦の人間じゃないからな。いつでもここに遊びに来ることができる。連邦としてもスコピアムのことを調べるのにビープス抜きには語れません。そうするとこの星に住んでるベランジェ大佐やロラ少尉とも連絡を取り合う必要があります。だから私も皆さん以外と不要な接触さえしなければまた会えます。そうか、それは喜ばしいことだ。スコピアムでない友と経験を共有するにはこうして会うのが一番だからな。ほんと、俺なんかはローレンス・ロジスティクスの使者をオーシディアスに置かせてもらって、そこで好きな時にいろんなレベルで交流できればいいとは思ってるんだけどな。ある程度の節度は必要ですよ。レイも今回のことで銀河連邦の未開惑星保護条約に一定の意義があるのは理解したんじゃありませんか。まあそうなんだけどな。でも個人的感情はそう割り切れないんだよ。硬いこと言うなよ。エレナさんやマリエルさんの言うことは分かりますが、私個人としてはレイモンドの案は悪くないと思いますよ。おお、お前の口からそんな言葉が聞けるとは。茶化すな、みんな同じ気持ちだ。私のご先祖もみんなそうだったのかな。大丈夫よ、私たちならきっとなんとかなるわ。なんだか昔よりもずっと楽天的だな。誰かさんの影響だと思います。誰だろうな、そんな無責任なやついたか。ええ、割とすぐ近くに。そっか、さてと行くんですね。お互い仕事が山積みだろ。ええ、もう嫌になるくらい。ああ、どっかに本物の神様が現れて仕事しなくても生きていける楽で楽しい世界作ってくれないかな。そんなこと言ってまたクロエさんやエレナさんを困らせているんでしょ。俺もあの旅で大きく成長したからな。きっと二人とも大船に乗った気持ちでいるはずだ。ええ、そういうことにしておきましょうか。レイ、そういうことにしておいてくれよ。レイ、こちらアルダス、静止軌道上に入りました。了解。さてと、これ以上ボロが出ないうちに行くとするかな。ええ、それが良さそうね。レイモンドよりアルダス、転送収容。宇宙暦583年、銀河連邦を襲った未曾有の事態は惑星ベグアルドおよびアスター4号星の協力により無事解決した。とはいえ銀河連邦上層部の腐敗による組織構造崩壊の影響は大きく、立て直しには時間がかかるだろう。有志の銀河連邦艦艦長の要望もあり、私の祖父エマーソン・T・ケニーが暫定的な銀河連邦艦隊司令に任命された。すでに退役していた本人は固辞していたが、元部下たちの強い要望もあり銀河連邦設立以来の危機に重い腰を上げた。私も今回の事件で連邦の在り方、連邦士官としての己の在り方を改めないといけないと痛切に感じたが、それでも私は連邦の正義を信じたい。未来の銀河の平和のために。銀河連邦艦隊中尉マリエル・エル・ケニー。多くの星系を巻き込んだカカル事件によって
侵略的融合思想に侵された総統派スコピアムは総統の消滅後も多数残存した。また銀河連邦においてもスコピアムに組みした一派は逃亡を続け、一定の勢力を保ち続けていた。それに対し我が相棒エレナが保存していた我々のデュマの残存概念をスコピアムコロニーにおいてスコピアムネットワークに拡散した。その経験と崇高な理念はネットワークに強い影響を与え、徐々に相当派スコピアムの残党は力を失うこととなった。まだ全てが解決したわけではないが、スコピアムが正しい道を進み始めるにはそれほど時間を必要としないだろう。銀河連邦にも正しい道を進むことを強く望む。ローレンス・ロジスティクス所属艦アルダス艦長レイモンド・ローレンス。食べ過ぎちゃったわ。アスターの連中にはとても見せられない姿だったな。一国の姫がソースを顔につけたまま街中歩くなんてな。もうそのことはもういいでしょ。レイがもっと早く言ってくれればよかったのに。素敵な星だったわね。だろ、昔からいつかお姫様と知り合ったら連れてきたいと思ってたんだ。最近前にも増して調子のいいこと言うようになったわね。一国のアイドルを独り占めできてるんだ。調子くらい乗らせてくれ。まあいいでしょ、おかげで私もゆっくり羽を伸ばせるんだしね。次はどこに連れて行ってもらえるの？観光天体アンテノア、ベグワルドが星ごと提携してるとこだ。いいとこだぜ。王女と知り合ったら連れて行こうと思ってた？まあな。レイと一緒ならどんな星でもきっと楽しいわ。連れて行ってくれる？喜んで。それじゃあ行くぜ。